ティトゥス・フラウィウス・ドミティアヌスは、ローマ帝国の第十一代皇帝である。在位八十一年から九十六年。フラウィウス朝最後の皇帝であり、ウェスパシアヌスとその妻ドミティリアの次男、先代皇帝、ティトゥスの弟にあたる。八十一年九月、兄ティトゥスが重病に伏すと、速やかに行動し、兄が生存中に定位を掌握した。そのためドミティアヌスが、 兄の死期を早めたとの噂が立った。最初は恩恵に始まったその知性は次第に暴虐となり、そのために死後、記憶の抹消に処せられた。ユダヤ人やキリスト教徒を迫害したことでも知られる。スエトニウスのローマ皇帝殿には教養のある優雅な青年として描かれる。兄と異なり、父のユダヤ遠征には参加していない。父が皇帝に当局すると次第に、 その行動は大胆さを増した。70年にドミティア・ロンギナトル・キュース・アイリュス・ラミアを強制的に離婚させ、ドミティアと結婚した。ドミティアはネロ・ハイカの将軍であったグナエウス・ドミティウス・コルブロの次女であった。この結婚は暴力的に始まったものの、結果としては双方に利益をもたらした。彼は皇太子として神官などの栄誉職をたびたび受けたが、 帝国の行政官職にはつかなかった。政治に関わらなかったため、ドミティアヌスを直期皇帝候補と見た者はいなかったが、アニティトゥスが死ぬと野心をあらわにして定位についた。96年に暗殺された。この暗殺はステファヌスを含む、元老院議員らや、元側近によって計画された。先制術によって、己の死を予告されていたドミティアヌスは、心を休まず、 暗殺を警戒したが、自邸内で暗殺された。ステファヌスは8度ドミティアヌスを突き刺したと伝えられる。遺体は粗末な扱いを受けたが、ウバにより仮装にされ、名のユリア・フラウィアのものと混ぜ合わせられた。こうしなく、死後は、元老院によって、ネルーアが皇帝に指名された。ドムスアングスタ。ありがとうございます。